作戦がうまくいってよかったな。あなた、私を利用したでしょ。何のことだ。特別棟にカメラがないことを指摘して、あなたは私に偽の証拠を作るように誘導したのよ。それは考えすぎだ。約束したわよね。A クラスに上がるために協力するって。ほぼ強制的にだけどな。ん？待って。まだ話は終わってないわ。あなたが何を考えているのか知りたいの。平穏な日々を送りたい。ただそれだけだな。本当に嫌なら協力しないはずよ。友達を助けたいと思ったんだろうな。多分。それは嘘。あなたは友達のことなんて考えてないわ。あなた、一体何者なの？整列！A クラスに上がるための手助けはする。ただ。ただ俺の詮索はするな。 A クラス、やっと見つけた。またお前か。今度は何だ。平田君に聞いたわよ。 A と C のリーダーは彼に教えた時、全部私が見抜いたって言ったらしいわね。そして試験終了後、うまくクラスをまとめてほしいって頼んだって。私を隠れ蓑に使うつもり。堀北、あの時言ったことを覚えてるか。仲間が必要だって。まさかそのために。お前もやっと変わってきたからな。あなたのせいよ。あなたのこともひとまず百歩譲って仲間だと認めてあげるわ。だからといって学校に帰った後、馴れ馴れしくはしないでほしいのだけれど、あくまでこれは A クラスを目指すための関係で。けれどお礼は言っておくわ。ありがとう。でも私は別にあなたが必要というわけじゃなくて。だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も櫛田も平田も、全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば、それでいい。